世界のことわざクイズ。日本のことわざで言えばこれは何？え、何？ピカイチ。どうも鈴木ゆくです。ひまちゃんです。どうもピカゴロです。せーの、ピカイチ。決まった決まった。3回目ともなるとだんだん上手くなってきてるね。うん、完璧だよね。ピカゴロ役にもぴったり。ピカゴロ役にぴったり。あ、本当？ピカゴロ役ってなの？2人はさ、はい、ことわざってどう？まあ、まあ、有名なのことあるよね。有名なのちらほら知ってるかな。じゃあさ、ことわざは有名なのはわかるって言ったけど、世界のことわざで知ってるのってある？でも聞いたらわかるのはある。じゃあ具体的には？いやだから聞いたら実はですね、はい、大ヒットドラマ逃げるは恥だが役に立つありましたよね。ありました。あれもハンガリーのことわざなんですよ。へえー、そうなんだ。そう、恥ずかしい逃げ方だったとしても生き抜くことが大切だよっていうとこから来てるんですよ。へえー、すごい。なんと意外と世の中にはですね、世界のことわざが馴染んでるということで、今回はこちらをやっていきましょう。世界のことわざクイズ。これは機械地っぽい学び系ですね。そうだね、ちゃんと学ぶ。そう、機械地。ではルール説明。初級、中級、上級と難易度を用意しました。それぞれ初級は1点、中級2点、上級3点となっております。で、難易度を選んでいってクイズに答えてください。交互にじゃあね、難易度を選んでください。で、全部で5問ありますので、これ勝負ですね。では、どちらか難易度を選んでください。じゃあ初級から。やっぱ初級からいきますよ。そうですね、じゃあ今日も初級から。わかりました。では最初こちら、日本のことわざで言えばこれは何？アメリカ、イギリス、オランダでは最高の馬もつまずく、モンゴル、お相撲さん太い臭いに転ぶ、中国、わかりやすいですね。英雄もなくまする。忘れちゃった。なんだっけ。お考えください。え、なんだっけ。よろしいですか。わかった。わかった。これはでもね、これ答えられなかったら今回の企画何もいけないと思う。いや、これぐらいしか知らないかも。あと3つぐらい。あと3つ。あ、じゃあその3つのうちの1つが今消化された。はい。これはでもね、多分ね、ご覧になってる皆さんも多分すぐピンときたと思いますよ。さあ、書けました。これ自信お二人ともありますか？あります。じゃあちょっと同時に出してみましょうか、ね、せーの。はい、ふくくんが猿も木から落ちる。そしてひまちゃんが猿も木から落ちる。正解は猿も木から落ちるです。イエーイ、おめでとう。意味はどんな名人にも失敗はあると言ったような意味ですね。素晴らしい。やったー。はい、まずはまずね、まあこっちが遠い点か。いけそうだね。じゃあちょっとひまちゃん、難易度になります。中級で。おっ、すごい、すぐ調子に乗った。挑戦、チャレンジ行こうよ。トルコからの問題です。日本のことわざで十人十色は、トルコではそれぞれの若者の何々何の食べ方がある。それぞれの若者は何？お考えください。トルコだもん。ひまちゃん、十人十色はまずどんな人か分かる？初めて聞きました。いや、嘘でしょ。初見でした。大丈夫か。そう、トルコの、だからちょっと思い浮かべて。あ、トルコの料理よく料理みたいな。そう、そしたらもしかしたら当たるかも。トルコの料理って何があるの？あれしか思いつかないかも。言ったらこれは別に日本でも馴染みがある食べ物です。え、そうですよね。うん、え、じゃあいいかもしれない。え、マジで。せーの、あートルティーヤ。そしてトルコアイス。今ちゃんがトルコアイス。トルコアイス。まあそうだよね、トルコといえばトルコアイスだよね。トルティーヤってどこなんだっけ。メキシコ。え、違う。だいぶ遠かったね。え、タコスよ。タコスもそっちが定型じゃない。え、なんとなくトルティーヤ。トルに引っ張られてトルティーヤって言ってるでしょ。残念、お二方とも正解はですね、それぞれの若者のヨーグルトの食べ方がある。ヨーグルト。はい、トルコってそうでした。ヨーグルト料理に。あ、確かに使うんですよ。難しかったということで、中級はちょっと2人ともダメでございました。ピカイチ。さあ、それでは今度は福君、難易度を選んでいただいて、ちょっと中級もう一回チャレンジ。おっ、ドイツからの問題です。日本のことわざでエビでタイを釣るは、ドイツでは
ハブを求めて何々を投げるになりますが、何々は何でしょう。お考えください。今じゃエビで鯛を釣るってのは知ってる？初見です。初見でした。今日は初見多いですよ。今ちゃん学びますね。そうね、学びますね。福君はもちろん分かるよね。いや、まあなんとなく。じゃあもう意味はもう言っちゃおうよ。頑張ったエビのような、まあ、いいもので、うん、ってことですよね。エビちょっと違うね。エビとさ、鯛ってさ全然違うものだけど、うん、それで、うん、だから見返りが来るんじゃないか。あ、オッケーオッケー、その中にその中にそこはあってる。まあもう言っちゃおう。エビっていうのは小さいじゃん。それで鯛を釣るってことは小さいものを出て大きな利益を得る。それがドイツではハブを求めて何々を投げる。いけるぞこれ、頑張れ。いや待って、わかんない。本当に最低な答えしてみて。やめて。本当に最低なら書かないで。あー、分かったかも。いや、たどり着くよこれ。わかんない。もうじゃあもう答えてほしいからめっちゃヒント出すよ。やった。ドイツといえば、あ、ドイツといえばもうそっちから言って。あ、違う、ベルギーだ。何を想像したの？ちょっと、ちょっと、ちょっと。オッケー、じゃあこれは一人ずつ行こうか。フグだ。ソーセージ。あ、ドイツといえばね。ああ、どうした？そういうことか。キマちゃん、どうした？違うのか？答え見せてくれ。絶対見せたくないんですけど。いや、見せてくれ。牛を投げる？絶対牛の方がいいじゃん。牛の方がいいじゃん。さあ、これは正解はなんとハムを求めてソーセージを投げるでした。すごい。第1。よし、じゃあ次は難易度はひまちゃんかな。やっぱちょっと次こそは正解したいので、うん、初級。初級。日本のことわざで何でしょう。中国、韓国では虎に翼。プラス切り札がすべて揃う。オランダ、強者に武器を与え、もっと強くさせる。ああ、分かった。これもう結構まんまですよ。待って、分かんないよ。泣いてますか、今ちゃん。あ、分かった。分かった。分かった。え、分かった。手伝ってきた。あ、分かった、分かった。頑張ってよ。分かっちゃった。今ちゃんはことわざを3つしか知らないんで、2個目が出てきたってことですよね。自信ある。よし、じゃあ同時に行こう。せーの。鬼に金物と。違うんですか。違うの話をしてんじゃないの。分かったって言ってたよね。猫に小判っていうのは何？猫に小判は、うん、猫に、あの、あれですよね、猫にもお金をあげるよ。博愛主義者のことわざ。猫にもお金をあげて一個一個してあげようって。かわいい。ブブク、鬼に金棒っていうのは、いや、もうこれしかないですよ。なるほど。鬼に金棒持たせたら超強いじゃん。正解は鬼に金棒。おめでとうございます。第1位。え、これちょっと待って、最後なんじゃない？次ラスト問題。ラスト問題。じゃあさ、うん、僕のターンじゃないですか。上級にして、はいはい、で、今は僕が何問ですか。4点。で、あと1点あります。じゃあ5点にしよう。上級答えられたら5点にして。最後勝っちゃう。いいんですか？ゆまちゃんが正解 して僕が正解できなかったら僕の負けっていう。うわっ、なんていう強者の余裕。これね、勝てる気しかしない。ラストの問題、上級編、こちら。穴を埋めて意味を答えてください。日本、棚から何々。オランダ、焼き何々口に飛び込む。棚から何々、焼き何々口に飛び込む。お考えください。あれ、ゆまちゃん、日本のやつはどうですか？なんか棚からは聞いたことある。棚からは聞いたことある。いいですよ。まあ、日本のじゃあ一応ヒント出しておきますよ。甘いものです。意味がなんだっけな。なんとなくしかわかんないんだよ。分かった。じゃあもう意味を教える。努力や苦労せずに幸運な思いをする人。オランダで、これは知らないと思うけど、高級食材なんです。もう言っちゃうけど動物なんだ。動物で、日本ではこれを食べないし、やると批判というか炎上ものだね、おそらく。もうじゃあ大ヒント、象徴なんですよ。象徴。うん。どう、ひまちゃん、日本のことわざの方はいけた？棚から。オランダは分かった。オランダの方は分からなかった。あの、日本の答え見た。もうじゃあ分かった。棚からボ。まさかのボ。ボ？え、本当にこれ知らないの？
一つ言えるのはその昔からあるもの。あ、いいね。昔からある。分かりました。大ヒント。棚からボタ。ボタ知ってございますか。もちろん棚からボタも。ボタもボタもです。え、あと一文字あるんですか。棚からボタもです。書けました。もう一つしかない。ボタも。じゃあこれ福君が当たってるかもから福君から出そうか。はい、どうぞ。まあ、日本の棚からぼた餅っていうのはもうね、はいはい、当たり前にみんな知ってることじゃないです。オランダ、まあ、日本の平和の象徴といえば鳩なので、うん、鳩、はい、字合ってますよね。ちょっと漢字で書くってすごいですね。はい、そしてひまちゃんはぼた餅。おお、来た来た。そしてオランダ鳩も考えたんですよ。当たってんだけどな。鳥なんだよ。ということで正解は棚からぼた餅、そして焼き鳩を口に飛び込むでした。福君正解。すごいね福君。すごい。今回は福君がすごく良かった。そしてひまちゃん、はい、これはひどかったですけど。ちょっとことわざ系が弱いってことを初めて知ったんで、もうちょっと調べてみてもらいたい。なんかでもね、ことわざだけじゃない気がします。悪い顔してたな福君今。最後まで見てくれてありがとうございます。動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。バイバーイ。